ありがとうごこちずひこれ。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイマップ機能が強化。キャンペーンのお店をすぐに見つかる便利な使い方も解説ということで、今回は PayPay ペイペイのアプリのマップのアップデートがかかりまして、それと含めてちょっとした便利な使い方もお伝えしていこうと思います。 まあ今回のアップデートがかかった機能っていうのは先ほどもお伝えしたんですけども、PayPay のアプリに入ってるマップ機能なんですよね。まあこれが以前と比べてちょっと便利になったんですよね。というのも、今このマップには福岡県は博多駅を出してるんですが、もうすでにお気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、ご覧の通り、 ここに飲食店の上に還元というマークが表示がされています。まあそうなんですよね。以前、マクワクペイペイの対象店舗を探すときに、まあこんな感じにマークがあったと思うんですけども、まあ今回はキャッシュレス消費者還元5%のお店に還元というマークが表示がされています。これ便利ですよね。しかも、現在は街角ペイペイのキャンペーン中ということもあって、結構対象店舗を探すのが大変だったんですが、この機能の追加は大きいですね。 ちなみに試しにどこかしらのお店をタップしたらこんな感じに表示がされます。博多駅の中にあるカレー屋さんですね。見ていただくとわかる通り消費者還元補助対象と出ていますね。まあ、なのでこの表示がされているとこであれば、街角 PayPay ペーペーのキャンペーンで最大10%還元まで受けることができるということですね。そして次に便利機能なんですけども、こちらに関しては以前ワクワク PayPay ペペの時に紹介した時と関連します。まあ、どんな機能かと言いますと検索機能なんですよね。まあ、実際の画面を見ながらお伝えすると、例えばここの右下の の虫眼鏡のマークをタップしますそしたらこのように検索をかけれる画面が出てきます 例えば、ここで僕は福岡県民なので、豚骨ラーメンが好きなんですよね。なので、ラーメンスペース、ここで還元と入力をします。この還元と入力する理由っていうのは、キャッシュレッシュ医者た還元のお店にフィルターをかけることができるんですよね。まあもちろん、ただラーメンと入力して検索をかけてもいいんですが、まあこれだとキャッシュレッシュ医者た還元のお店を見つけることができにくいんですよ。まあ僕も実際にこの機能を使ってお店に行ってみました。まあこの画面の状態から、一番上に出ている長浜ナンバーワンというお店をタップして、 そしたらこちらもご覧のようにキャッシュレッシュをした還元の対象のお店としてマークが表示されてますね。まあまだここには行ったことがなかったので早速行ってきました。それがこちらなんですけども、店内もキャッシュレッシュをした還元のまあポスターとかステッカーもいろんなところに貼ってありましたね。まあこの日は煮卵ラーメンいただいたんですけども、いい感じの煮卵でクリーミーかつこってり具合で美味しかったですね。もちろん替え玉も,もしてしっかりお腹いっぱいになりました。で、もちろんペイペイで支払いまして、ペイペイチャンスは当たりませんでしたがしっかりご覧の通りですね10、10%還元がされてます。 ま、今回はラーメン屋さんで使ったんですけども、他にもカフェであったり、焼肉屋さんであったりとか定食屋さんなど、ま、ご自身が行かれるお店をジャンル別に入力をすることで、かなり見つけやすくなります。まあ、一つ注意点としましては、以前も同じようなことをお伝えしたかもしれませんけども、ま、この検索をするときに、例えばカフェと入力したら必ずスペースを入れてください。このようにしないと検索に引っかからないので、こ、ここだけが注意が必要ですね。 そんなこんなで今回は PayPay ペペのマップ機能がアップデートされたということについてお伝えをさせていただきました。まあ結構僕の動画の視聴者さんも PayPay ペペユーザーの方が多いと思います。なのでこれができればご自身の現在地から食べたいもの、買いたいものなど、キャッシュレス消費者関係のお店をサクッと見つけることができるので、ぜひまだ使われてない方がいらっしゃいましたらぜひ活用してみるのもいいのではないでしょうか。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。